ははいこんにちは、えー、今回は免疫全体像ですね。やっていきましょう。全体の流れをやります。で今はね、あのいろんな薬とかあって、すごい体にとってはいい時代になったんですけど、基本的には生き物は自分の体は自分で守ると。そういう必要があります。で、えー、そのためには免疫機能が備わっていて、えー、いろんなものに対応するために、まあ、複雑かつこう強力な仕組みを用意しているわけですで。今回その仕組みをですね、えー、ちょっとわかりやすくまとめてみたので、見ていきましょう。 はい、でまず最初は、えー、まずは外敵が侵入するとこからですね基本的にはですね皮膚とか粘膜で止めるんですけど、まあ、どうしてもやめられてしまうことがあると怪我とかねありますし、まあ、体力が弱まったりしてで、えー、そういう風に侵入してきたで免疫反応を引き起こすような異物を抗原と呼んでます抗原これは、えー、大事な言葉なので覚えてくださいで、えー、その抗原がですね、えー、抗原の種類によって反応が 変わりますで今回は細菌とウイルスに分けて見ていきたいと思います、はい、あの花粉とかも抗原なんでね細菌ウイルスが全部じゃないんですけど、はいまあ、主な、えー、ものということで見ていきましょうではまず細菌から、えー、細菌が体の中にこう生えてきた時にまず何するか、えー、これはですね食べちゃいます実はだ何が食べるかっていうと好中球こっちですでマクロファージ こいつです、えー、こういったですね白血球の仲間が食べてくれるんですよ。でこの食べることを鈍食と呼んでます。でこの鈍食というキーワードは、えー、酷使ポイント、えー、過去に問われてますので必ず覚えてください。で、えっと、体の中にですね実はこのホタイというタンパク質があってこれがですね、えー、こうドンとなってひょいパクというふうに、えー、食べやすくしてくれる効果があるんですね。 こういうふうに、鈍食しやすくなる効果のことを、オプソニン化と呼びます。このオプソニン化というワードも告知ポイントなんで覚えておいてください。はい。ただ、食べれば全て済むのかというと、そうではないですね、やっぱり。あのー、最近も必死ですから、なかなか全部食べれないし、えー、ちょっと厄介なのが、食べられても、中で生きてるやつがいるんですよ。非常に厄介なんですけどね。結核菌とか、この部類なんですけど。 なので、この機能だけでは撃退は難しいわけです。じゃあどうするか、えー。助けを求めに行きましょう。というわけで、ヘルパー T 細胞という体調ですね、体調に助けてって言って、えー、助けを求めに行きますで。助けを求めに行ける細胞っていうのがあって、ほ、えー、に、マクロファージのほかにですね、B 細胞とか、樹、え、状、ー、細胞ってうこういった細胞が、えー、助けてって言って、えー、助けを求めに行きます。 で、えー、その時に、えー、抗原の情報を伝えるんですね。こんなやつ来たぞとで。このことを抗原提示と、まあ、抗原の情報を提示するわけですから、そのままですね、抗原提示と言います。で抗原提示されたヘルパー T 細胞は何をするかというと、覚醒します。覚醒して、おーっつって,言って、えー、2種類に分かれるんですね。はい、TH1 と t f 1これ覚えなくていいです。 えー、TH1 の方、何をするかと言いますと、えー、不思議な力を与えて、ですねマクロファージ君を活性化させます。強くする。で活性化されると、マクロファージはさっき倒せなかった細胞内にいるやつとか、えー、あと他にもね、マラリアとか、カンジダ、えー、原虫、心菌類ですね。こういったものも、えー、殺せるようになっちゃう。かなり強くなるわけですね。うん、素晴らしい。 えー、TFH、こっちはじゃあ何をやってるんですかっていうと、さっき抗原定時のときに B 細胞くんいましたね。B 細胞くん。B 細胞くんにまたちょっと不思議な力を与えてですね、どんと、形質細胞という細胞に変えちゃうんですよ。進化させる。で、これ見たらわかるように工場の形してますね。何か作るんだろうか。作ります。これ、抗体です。形質細胞は抗体を作ることができるんです。 抗体ってのはまあ聞いたことありますかねあの結構よく聞く言葉だと思うんですけど、これ何をしているかというと、下のイラストですね。細菌を見つけてガチッと結合しちゃうんですね。この抗体は、今回入ってきた細菌のために作られてますから、この細菌にしか作用しません。こういうことを特異的ですねと表現します。特異的。 で最初に見たようにパクパク食べる機能これあのマクロファージとか好中球は何でも食べちゃうんでこれ非特異的ですあの特定の細菌を食べるわけではないですはいで話を戻しますとその細菌に抗体くっついて何がいいんだっていうとこれ食べやすくなるんですよさらに補体もそういう効果ありましたけども抗体にもそういう効果があるでつまりオプソニン化してくれるで鈍食がアップっていう流れですねで 抗体はですねあの、毒素の中和とかもできるんですあの。細菌って毒素とか出しますから、それの無毒化もできる。ヘビ結成ってありますよね。ヘビに噛まれたときに打つやつなんですけど、これはですね、ヘビ毒に対する抗体が入っているので、えー、それをこう打つことによって、ヘビ毒の中和ができると。そういった感じになってます。まあ応用的な話ですね。はい で、まとめるとですね、こんな感じになってます。で、ちょっとじゃあ最初からやっていきますと、まず侵入してくる。細菌が侵入してくる。すると、好中球とかマクロファージっていうのが鈍食します。食べます。パクパク。でもそれだけじゃ追いつかないので、B 細胞とか樹状細胞とか、まあマクロファージもですけども、えー、体調に助けてーと言って情報を持っていく。これを抗原定示という。で、えー、ヘルパー、T 細胞、体調は、えー、2つに分かれて、こっちの方、TH1 は、 マクロファージを活性化させるそして鈍食能力をアップさせるそして TFH の方は B 細胞を進化させる何に進化させるかというと形質細胞に進化させる形質細胞は抗体を作ることができて抗体とか固体とかはオプソニン化をすることで鈍食をさらに助けますという流れになってます で、この図はですね、えーまあ、復習に使えるかなと思うんで、ダウンロードできるようにリンクをあの貼っておきますので、えー、ちょっとぜひですね、ダウンロードして使ってみてください。はい、じゃあ、最近の方は終わります。えー、次はウイルスですね。